はい、どうも皆さんこんばんは、ウニクロ丸でございます。まあね、後ろにね、クソセクシーな下着は見えてますけども、今日もね、元気にミッションやっていきたいなと思っております。さて今日はね、マイケルですね。マイコーでミッションを進めていくと、そんな感じになりますので、よろしくお願いいたしますと。よし、じゃあ早速ですね、ミッションポイントまで向かいましょうか。今日は何のミッションやっていこうかな。ですね。じゃあこの不審者ミッションやっていきましょうか。じゃあそこまで行くのに足を確保したい。さて、いい足はありますか？これでいいか。いいよいしょ。すいません、ちょっとお借りしますね。申し訳ないですね。いやー、ありがとうございます。大事にね、使わせていただきますんで、ちょっと今もうガラス割れましたが、大事にはね、使っていきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。じゃあね、早速、ミッションポイントまで。おー、あったいー。邪魔だよ。並ぶな、信号ごときで。ふざけやがって。じゃあね、早速ね、ミッションポイントまで、ぶっ飛ばしていきましょう。はい、到着いたしました。ボコボコです、という形ですね。いろいろありましたね。本当にね、道中ね、まあ、全カットだと思いますけども、警察に追われたりだとか、まあね、飛び出してくる奴がいたりだとか、まあそんな感じで、こんなボロボロにはなってしまいましたけども、まあちゃんとね、お借りした方々、お返しいたしますんで、可愛がってあげてくださいという形ですね。もう何言ってるのかよくわかんないですけども。で、この辺に不審者がいる、こいつか。おめえか。誰？See, this exercise stuff's about as relaxing for you as it is for my wife. No, I don't want to sleep with you, and no, I don't care that I'm 39 and single. 39で独身。まあまあですね。I'm not stressed out at all. Now go fuck yourself. Are you okay? Yes, I'm okay. Just fuck you, all of you. なんで急にクソくらいとか言われなきゃいけないんだ？ You seem a little upset. I can still run you into the fucking ground. Okay. Hey, I played high school football, all right, sweetheart. フットボール、サッカーか。Whatever. Just don't have a coronary. え、サッカーじゃないか。アメリカンフットボールっていうことはラグビーみたいなやつね。はいはいはい。走れと。ただ走るだけのミッションですか。急な競争が始まりましたけども。普通に走っていけばいいのかな。Yeah, if your uncle was the same age as you, you mean? Although that would explain a lot. Fuck you! Why are you so angry? I'm not angry. I'm exasperated. めちゃめちゃ怒ってる。はい、インをつきまして。Yeah, I could have guessed you were one of those. That space is yours. Own it. 何が怒ってるんだ。これさすがに車乗ってったら。怒られますよね。スタミナが切れてしまった。これ以上無理をするとライフが減ってしまうと。ただまあ走るしかないですね。この素人。口割り。やべえ、どんどん体力が減ってってるわ。じゃあ一回歩いて、もう一回走ると。よいしょ。よいしょ。飛び降りて、OK。負けねえぞ。やべ、死ぬ。走りすぎて死ぬ、マイコ。でも頑張れ、あとちょっと、あっ！くそ。追いつけねえぜ、今からは。ダッシュの体力メーターどれだ？あっ！走りすぎて。走りすぎて負けちゃったよ。じゃあもう一回。でもこれさ、まあもう一回やってはいるんですけども、体力なくなって負けてるんやったら、無理じゃね？と思うのは僕だけでしょうか。めっちゃ非難されますが。コース走ってますよ。障害物レースでしょ？ということは僕は障害物を乗り越えてるという意味なので、まあ、
あなたよりはね、体力は使ってるはずなんで、文句言われる筋合いがないと、いうことも切に伝えていきたいですね。あっち行って走ってるんだから、俺もや。わしも走っとるがな。なぜか走ってるわ。おい、どけ。余計なことやっちゃったよ。まあ、あんなとこにね、いるやつが悪いですね。階段で、トロトロすんなと。うん、もう下り落ちていけと。いうぐらいのね、勢いで、階段を降りないとダメなわけですよ。忙しい現代人ですから、マイコーも。で、なおかつね、ランニングしてるわけなんで、そんなチンたらね、歩かれてたら、もう飛び越えるしかないじゃんと。うん、ただね、マイコーの身体能力高すぎて、まあ飛び越えすぎて、下に落ちてしまいましたけども、そういったところもね、やっぱこの生ぬるい現代人に教えてあげないといけないですよね。で、一回ちょっと。ただこいつね、体力無限なんですよね、なかなか。しんどいしんどい。ほい。さて、いないか？オッケーオッケー。ほっ。飛び降りて、子供のように、失格な。前立腺の具合はめちゃめちゃいいっすね。それはめちゃめちゃ大丈夫よ。なんて口の悪いやつなんだ。ほっ。飛び降り。やべ、また体力がなくなってきた。ただまあ、いけるか？いけそうな気がする。ファイト、ファイト、ファイト、マイコ。マイコ、ファイト。いけるぞ、いけるぞ。ギリギリで体力持ちそうだ。そして猫は結構うるさいという形ですね。オッケー、ゴール。俺の勝ち。近道使いましたっけ今。マイコーが死にそうだ。おお、チャリンコ。そりゃ、チャリンコもあんのか。あ、連絡先も交換しちゃった。エクササイズの鬼、クリアいたしましたね。まあね、走っていくことで、この、マイコーのね、体力ステータスもアップしていきますので、まあ、健康のためにもね、どんどん走り込み、やっていきたいなと、わー、特には思わないっすね。うん、思わねえわ。別にどうでもいいわ、車あったら。ということでですね、今日は、まあ、短い動画にはなりましたけども、ミッションの方ね、クリアということで、この辺で終わりたいなと思います。こんな感じでね、サブミッションも、どんどんクリアしていきますので、その辺も皆さん、お楽しみにということで、じゃあ、また次回の動画でお会いいたしましょう。んじゃ、バイバイ。バイバイ。バイバイ。